いどうでしょう。白の方も着てみました。また印象が違いますね。ちなみにサイズは同じです。同じ46のサイズを着てみますね。ちょっと前開けてみました。今回はすいません、中のインナーが真っ黒なんであれですけど、ちょっと、ま、前開けてもいいですね。うん、前開けるとよりなんていうかな、ちょっと何ルードな雰囲気が出るというかね。前開けると、うん、ちょっとこうギャングスターじゃないですけどチンピラっぽさがね、出るかもしれないですね。ちょっと印象が変わるかもしれないです、前を開けると、うん、どうでしょう。僕はね結構こっち白も好きなんですよね。白でパキで、この色味伝わるかな、ピント合ってるよな、この色味がね伝わるかな。このねグリーンとブルーグリーンみたいなこういう色なんですよ。ちょっとねカメラ越しにどうか分かりませんけども、青みがかったグリーンっていう感じ、この色味もね結構好きです。私はあんまないじゃないね、うん、このちょっとツヤといい、あ伝わるか、ああね、はい、そんな感じでオープンカラーで、うん、こっちもいいね、白パキーで、なんかより夏っぽさこっちの方があるかなと思います。ちょっと爽やかさというか、こっちの方はちょっとこうなんていうの、ダークな感じ、ダークな感じでちょっとモードっぽいかもしれないですけど、こっちよりちょっとこうライトな爽やかな感じがまた印象違っていいですね。はい、そんな感じで、一応ですねこれ半袖パートですか、カットソーと、うん、着てみました。まあね、私自身も、ね、非常に楽しみに待っていたデリバリーでしたので、皆さんもねそういう方多いかなというふうに思います。ぜひね、今年の春夏のシーズンは、まあ、勇気橋本で、決めてね、これぞ最先端であると、いうような形で、まあ、私もね長野からガンガン押していきたいし、まあ、自分も着るしね、なので、まあ、ぜひ、チェックして、今後もチェックしていただきたいなというふうに思います。はい。例のごとくですね、詳細は概要欄の方に貼ってありますから、そっちの方から、飛んでみてください。基本的に再入荷はございませんので、ご了承ください。はい。そんな感じでございます。では、また。もう一個のパートも絶対見てくださいね。はい。ドンチェリス。はい。ということで、皆さん。失礼しました。はい、勇気橋本の19年 SS がデリバリーとうとう、入荷ございましたので立ち上がりでございます。はい、ご紹介していきたいかなというふうに思います。ただね今回も立ち上がりの時にある程度の結構のボリュームできたので2つに分けます。じゃないとちょっととんでもないことになりそうなんで、1つ目のパートは、まあ、半袖の T シャツと半袖のシャツ、まあ、半袖パートということで、概要欄からねリンク貼ってあるんでそっちにちょっと飛んでください。もう一つのパートはこっちはね長袖パートということで、シャツと、まあ、アウター、こちらをちょっとご紹介していきたいかなというふうに思います。はい、まあ見てください、これもう私自分でね個人オーダーしたものですけども、はい、もう早速着てみます。はい、じゃあちょっとね全体感をお見せします。まずシャツですね。はい、これがね、まあちょっと全体、はい、こんな感じです。黒とグレー一型2色入っております。でね、こちらのシャツはね今後、ブランドとして定番化させていく予定の、まあ、継続的にね、リリースしていく予定の、まあ、シャツっていう形になります。まあブランドのちょっとこう特徴というかね、はい、で、まあ、特徴、このシャツの特徴、まあ、このステッチですね。まずね、ね、黒とピントは合ってんのかな、 OK、 はい、これがちょっとコントラストってことと、あとはこの肘ですね、エルボパッチのようにこうここにもう一枚生地がパーツがあります。まあ後で着てご紹介しますけども、はい、黒と赤っていう組み合わせと、僕結構これも好きなんですけどね、グレーとね、これ黄緑、このライムみたいな色、これもね結構いいんですよ、色合いがちょっとネオンっぽい感じのね、はい、で生地めちゃくちゃいいです。はい、それとですね、はい、スカーフシャツと呼ばれる、これ結構ルックでも選んでたかなと思いますよ。イエローとブラックですね。はい、スカーフシャツ、これはね生地もまたちょっと特殊で面白い生地を使っていてですね、
生地とあとねシルエット、これ着た時のシルエットがめちゃくちゃかっこいいんでまた後で紹介しますけども、スカーフシャツですね、はい、ちょっとねバッドデイキャンプということで、ね、テントをちょっとイメージしたとおっしゃってましたね。はい、これもシャツです。で、これがコートですね。ナイロンのコートです。薄手の羽織というか、はいはい、めちゃくちゃ軽いです。めちゃくちゃ軽でめちゃめちゃ薄手の、もう本当羽織さらりと羽織れる、それとまあ形はねちょっとステンカラーっぽくもあり、まあ襟元はちょっとチェスターっぽくもありっていうようなコートでございます。これもちょっとなんかアスレチック感があるじゃないですか、こういうところにこういうねあの色入ってて、差し色が入ってて、まあとにかくこの生地が特殊でね、うん、後で着てみますけども、コートでございますね、ナイロンのコートです。はい、それとですねボンバージャケットですね。はい、ボンバージャケットです。あの丈が短めのアウターでございます。ブルゾンかな、ブルゾンタイプですね、はい、これもね、これもちょっとさ生地がまず面白いのとね、このスナップボタンでこうパチパチパチとなっててちょっとねモードっぽい感じがありますよね。モードっぽい感じがある、まあ春アウターっていう感じ、はい、でございます。そしてトレンチですね、トレンチコートでございます。はい、これも結構今季シグネチャーだったのではないかなと、非常にあのルックでもね、目立ってたのかなと思います。まあ後ろねこういう、はい、どうでしょう、ここにこれなんて言ったっけ、ストームフラップか、ストームフラップかが面白い形をしてますね。こうちょっとなんかウエスタンっぽいというかね、そういうようなカッティングがされておりますね。はい、でまあ後で来ますけどね、ちょっとこれもちょっと面白いトレンチですね。いわゆる普通のトレンチとはまた違う感じなので、はい、着てみたいと思いますよ。はい、そんな感じで、早速じゃあシャツの方ね着ていこうかなと思います。はい、着てみました、シャツでございます。最初に言っておきましょう、これがね色グレーの方です。グレーの方でサイズ46、お値段3万7000円という、形になっております。どうでしょう。いやこれねかっこいいわ、普通に今着てうおーとか言っちゃったけど、あのカメラ回ってないところでね、かっこいいんすよ。まあ46なんで M くらいですけど、ちょっとざっくりめ、ざっくりめなサイズ感ですよね今僕が着て。ちょっとざっくりめなんですけどもね、あのそこまで極端にオーバーっていうわけでもなく、なんていうかね、なんかこうざっくりなんだけどちょっと上品なんですよ。上品なざっくり、なんかやっぱビッグシルエットとかちょっとルーズになってくればくるほど綺麗さとか上品さってねやっぱあの相対的に減っちゃうんだけど、これはなんかその上品さを残しつつざっくり感も出してるというかね、あのこれ普通にやっぱ着ると全然、うん、違いますね。着て分かるやつですわ、これ。これまあパッと見はね、あ普通のシャツじゃね、だけどやっぱ着るとね全然違う。で色がいいですね、色と生地がいいです。まず、はい、生地の説明をしましょうか。はい、ピント、はいはい、 OK で、生地なんですけどもね、非常にいい生地だなっていうのは着て分かります。触ったら分かります。まあ、ちょっとシャリッとした感じのね、コットンの生地なんですけども、まあ、ドレスシャツみたいにね、なんかそういうドレッシーな生地とはまたちょっと違います。うん。なんだけどね、まあ、基本的には綺麗めな感じで、まあ、生地はね、めちゃくちゃいい。触ったらもう分かります。ちょっとツルツルのね、糸は細い感じの生地でございます。ちょっとまあ丈じゃない、袖が長いかなとは思いますけども、でもそれがなんかやっぱさっきも言ったこのざっくり感みたいなものを演出してるかなと思いますから、いいと思いますよ。でまあここのね、肘、エルボパッチというかね、肘が、これがまあ一つ特徴ですから、ピント合ってるのか合ってるか、はい、こういう感じで。このね、まあ、さっきも言ったんですけど、生地のグレーと糸、ステッチの色、このコントラストがやっぱ非常にいいですよね。はい、いや、いいですね、このシャツ普通にいいわ、これ、うん、あ、いいね、いいです。
なんか普通っぽいんだけど、でも来たらわかります、普通じゃないっていう。はい、そんな感じでございます。はい、一応ブラックと、グレーの2色展開でございますね。はい、だね、こう仕立ても非常にいいですよ。縫製とかもこの赤のステッチとかめっちゃ綺麗ですもん。黒の方はね、よりちょっとこうほら光沢が分かります、ね、黒の光沢があるっていうのは分かると思うんですけど、こういうちょっと微光沢がある感じで、はい、そんな感じです。じゃあこちらね、スカーフシャツの方をね着ていきたいと思います。はい、着てみました。スカーフシャツでございます。黄色ですね。はい、いやこれがねまたいいんですよ。あ、まあ最初に言っておきましょう、こちらをサイズ46、サイズ46でお値段3万8000円かな。はい、3万8000円でございます。3万8000円でございますね。で、生地がね、ちょっと特徴的で、ナイロンかな、コットンとナイロン の、 あのミックスの素材でございます。はい、で、シルエットはこんな感じですね。ちょっとね、見てください皆さん、こうやった時に分かります？ A ラインが出るの分かります？ちょっと裾に広がって生地がこうね円錐状にというか広がってるの分かりますかね。ほらこれがね、僕もね展示会でね、感動したんですけどもね、このシャツのね僕は一番の特徴かなというふうに思ってます。このシルエットがね、こうほら背中の方にね生地の分量が来て、こうちょっとこうなんだろう、マントまではいかないんだけど、ひら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 するんですよ。ほら動きが出るんです。これより一層ここにボリュームが出るように、まあ本当そういう風にあのパターン、あの計算して作ってるとおっしゃってましたけども、本当にそれがね分かるというか、そうなんですよ、ストーンと落ちないというかね、ちょっとヒラッとするというか、空気をここにこうまとうというかね、あのそういうような、それがね僕は結構これ一番好きです。うん、なかなか、まあ、あのデザイン的なところで言うとね、まあ、ここがやっぱ一番目が引くじゃないですか、ちょっとスカーフというか、まあ、こういうのもさ、キャンプのね、なんだろう、なんかここにロープと通してさ、こう、固定するとか、なんかそういうようなイメージがあるじゃないですか、まあ、テントを意識したって言ったのね、はい、こんな感じで、ここの襟元にこういうふうに、パーツが1個ついてるっていう感じですね。ね、こう黄色良くないですか、黄色パキでね、うん、パキッと黄色、まあブラックの方もいいんですけど、こっちね、こっちの方もいいんですけど、まあやっぱり、ね、僕は結構こう黄色が好きですね。エネルギッシュな感じがあって、あとちょっとアスレチックな感じあるじゃないですか、キャンプっぽいというか、キャンプっぽさというかね、なんかあるなというふうに思ってて、黄色結構気に入ってますよ。なかなかねここまで鮮やかなパキビビッドな黄色ねのシャツってあんまないんでね。で生地はこんな感じです。あの、ね、結構生地厚めですよ、生地厚めでございます。はい、なのでひょっとしたらなんかもう軽く羽織というかシャツジャケットくらいの感じ、質感がありますよね。うん、結構しっかりしてます生地は。こういうとこに右腕にはなんかこうなんだろうな、これ腕章ではないですけども、こうパンと刺繍のステッチで、こっちもあるで、なんかまあこういうところもなんかねアウトドアっぽさというかさあるじゃないですか、こうこっちとこっちで、はい、違う形の、いやーいいっすね。こうなんといってもここですよ、ここ、あ、わかるかな、これくらい、ほらこの感じ、この生地がこう広がる感じ、後ろ、はい、まあ円錐状のねテントですね、テントをイメージしたっていう感じ、分かりやすいね。これがなんか普通じゃない、普通のシルエットではないっていうことがこれでお分かりいただけると思いますけど、はい、そんな感じでございます。スカーフシャツでございますね。じゃあ次、コートですね、ナイロンのコートを着ていこうと思います。はい、ナイロンのコート着てみました。どうでしょう、これもね、この華やかな、これ分かります、このひらひら、すごい軽くて薄いんですね、この生地が。あ、すいません、最初に言っときます。サイズ46でお値段7万9000円でございますね。はい、で、まあシルエットはこんな感じです。46ですね、僕46でいいと思います。はい、はい、
でさっきちょっと先走りましたけども、なんといってもやっぱこれね、生地かな、生地が多分一番特徴かなというふうに思います。この生地感、なんていうの、このグロッシーな感じね、ちょっとツヤがあってテカテカしていてっていうようなこの生地感で、これがねやっぱり、ね、光の当たり具合で結構こう何テカ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 表情が変わるというか、色のベースはこれグレーなんだけどね、非常に面白いんですよね。左腕にこう、まあ、これがまたちょっとこう何アスレチックっぽい、アスレジレジャーっぽいというかね、うん、アウトドアっぽい感じが、まあ、左腕だけにパンとあるというような感じで、これもルック出てたかな確かね、はい、思います。で比較的ね、丈もちょい長めで、あのたっぷりなこの生地の分量、うん、なんかそういうのが感じられる、ほんと薄手で、ね、サラサラの感じの、サラサラ、うん、サラサラヌルヌルというか独特の質感でございますよ、このナイロンの。またレインコートとかともまたちょっと違うというかね、うん、なんかそういうような感じでございます。で、形はね、さっきも言ったんですけど、ちょっとステンカラーっぽいんですよね、こっから下は。こっから下はこのほら、袖のこういう感じとか、ポケットの感じとか、結構ね、ステンカラーっぽいんですけど、襟がね、ちょっとチェスターというか、背筋というかね、チェスターコートっぽい感じの襟になってますよね、これがね。うん。で、襟のところもこう、イエローで、パキッと、ポイントカラーが入ってるっていう。結構、イエロー今季ね、一つの、カラーパレットとしてはよく多く使われてますね、うん、いやーかっこいいね。これもね、さっき言ったんですけど、まあこれデニムとかでもいいと思うけど、まあやっぱね、スラックスとかね、きれいめなアイテムに1個こういうのバチッとやるとね、もっと雰囲気が出るかなというふうに思います。バッドデイ感が出るかもしれないです。バッドデイってかはい、非常に軽くて着心地が良くてね、うん、春のアウターって感じですね、これはね、うん、はい、そんな感じでございます。では最後、あ、最後じゃねえよ、ボンバージャケットですね、次着ていきたいと思います。はい、着てみました。こちらがですね、サイズ46で、お値段が6万6000円でございます。これもかっこいいでしょ、かっこいいんですよ、これも、うん、こんな感じで、まあボンバージャケットですけどもね、 なんていうの、近年のボンバージャケットみたいに袖にボカーンみたいな、ボリュームがあったりとか、身幅ボカーンみたいな、なんかそういう感じじゃないですね。結構コンパクトにまとまってるっていう感じのボンバージャケットでございますね。なんかちょっとね、この辺のこういうモチーフのせいなのか、若干なんかウエスタンっぽい感じもしなくもないです。僕の気のせいかな。なんかそういう印象も受けますね。で、やっぱあのね、生地が結構特徴的でね、ちょっとこう、これもね、いわゆる普通の何サテンの生地ともまたちょっと違うんですよね。ピント合い。あー、合わねえか。あった。ほら、あ。ほら。わかります？おい、ピント全然合わないんじゃないかよ、うざもうこれダメだななんとなく今一瞬分かっていただけたらなと思うんですけど、ちょっとこう何ですかね、折り地っていうのがね、こう出てて、普通のサテンの生地とはまたちょっと違うんですよ、うん、そんな感じですね。このスナップボタンこれ取れますよ、パチパチと。で、一応ポケットになってます。はい、そんな感じで、いや、かっこいいですね、かっこいい。なんかボンバージャケットでやっぱカジュアルというかストリートのイメージ強いですけど、これもまあ若干ストリートの雰囲気は残しつつ、でもなんかやっぱちょっと綺麗な感じにまとまってるというか、あ、これも下な、黒っぽいスラックスの方がなんか僕イメージですけどね、なんかスラックスに合うボンバージャケットというか、なんかそういうような感じがします。ボンバージャケットってね、やっぱ基本スラックスとかとは合わせにくいと思うんですけど、これはどっちかっていうとスラックスと相性が良さそうな、なんかそういう感じ、うん、かっこいいですね。そんな感じです。一応裏地もあるんでね、
まあ、真冬には着れないと思いますけども、本当春のね羽織とか、まあ、お花見の時とかね、ちょっと肌寒いなとか、それくらいの時にちょうどいい感じの暑さでございますね。はい、そんな感じでございます。じゃあ最後トレンチを着ていきたいと思います。はい、着てみました。これはかっこいいこれはかっこいいわ。ああ最初に言っておきましょう、これサイズ46です。サイズ46で お値段86,000円。あ、これはかっこいい。でね、皆さん、なんとなく分かるかもしれないですけど、丈が結構長いです。これは長めの丈でございますね。だからね、結構ねモード感があるね、すごい。いや、これはかっこいいだろう。もうかっこいいしか出てこねえやなじゃあ、デザイン的なところからねお話しすると、見てください、これトレンチなんですけどね、トレンチって普通ボタンの2つ2列あってね、ダブルの仕様じゃないですか。でもこれはダブルじゃないんですよね。ダブルっぽいシングルというか、こうボタンの中心線はちょっとこっちにずれてるんですけども、シングルなんですよ。ボタンは1列しかないと。だから、あ、まあ、まあ、半ダブルというか、半ダブルって感じですね。だからそこがちょっと特徴的ですよね。ちょっと違和感、トレンチなんだけど、ね、ボタンは1列しかないし、ちょっとずれてるっていうのがまず一つ。あとはまあここら辺とかね、はい、このガンフラップの形とかもちょっとこの後ろのさ、ストームフラップと合わせてちょっとこう形が面白いじゃないですか。普通のガンフラップってまあこういう感じだと思うんですけど、若干こうね、小さめでまあカッティングが面白いですよね。あとはまあここかな、このゴージラインというか、まあ、ここの折り返しのところが結構コンパクトね。普通トレンチってもっとこう大きいじゃないですか。これがちょっとなってるんで、まあ、若干ね、なんていうかなステンカラーっぽさのっていうイメージもちょっとある、この襟の感じとか襟元とか、あとボタンが1列しかないからステンカラーっぽさもあるんだけども、でもまあトレンチですよね。基本はベースはトレンチで、まあベルトもついてますし、はい、まあ、ベルトもまあ一応こんな感じですね。あ、かっこいいなあ。かっこいいわこれあ、これはもうすまん、かっこいいしか出てこないあ、これはやばいね、これカリスマだわ。これ完全カリスマの恐れですね、はい。あ、生地の話しますね。生地はこれもどっちかというと春アウターっぽい感じですね。決して厚手のしっかりしたギャバジンというよりはちょっとまあ薄手かなと、どちらかというとライトアウターかなっていうような感じです。もちろんしっかりね裏地の方もありますけども、まあそういう感じですね。なので比較的軽いです、全体として。これだけ丈感もあって生地の分量も多いんですけども、軽いですね。着心地としては結構さらりと羽織れるというか、なんかそういう感じです。いや、これなかっけ、もっとやっときゃよかったこれ。まあ後の祭りなんですけどもっとね、もっと入れときゃよかったなと、思いますけども、やっぱかっこいいですね。こりゃかっこいい、悪いけど、はいはい、そんな感じでございます。では今回のねこの長袖編ですか、ちょっとこれで全部でございますから、まあファーストデリバリー、先ほど申し上げた通り半袖編もありますから、そっちの方もねぜひチェックしていただいて、全部全体化を掴んでいただいてね。で、まあ例のごとくまた概要欄に詳細の方貼っておきますから、そちらの方から飛んでください。基本的にサイン肉はございませんからね、はい、そんな感じです。では